身ごろと見返しという部品を表同士が内側になるように重ねます。待ち針などで固定します。端から順番に刺すと生地がずれるので、両端を先に留めて中間を留めていくように刺すとずれが起きにくいです。中心と裾を縫ってください。針が刺さった状態で向きを変えると角がずれません。厚みを減らすために裾の縫い代を5ミリに切ります。見返しの端から5ミリ内側に縦線を引いてください。線の上を切ります。見返しの端と同じ長さで裾の縫い代を切ると縫い代の端が出て見栄えが悪くなります。そのため裾の縫い代は5ミリ見返し側で切ります。すると端が中に隠れてきれいに仕上がります。さらに厚みを減らすために角を斜めに切ってください。角の縫い代を縫い目で折りたたみ、親指と人差し指で縫い代が広がらないようにつまんでからひっくり返してください。角の縫い代を角と逆側に軽く引っ張ってください。これで針や目打ちでかき出さなくても角が出やすくなり、角の厚みも減ります。端に折り目をつけます。表にして端から5ミリのところを縫ってください。裾は縫い代マイナス5ミリのところを縫ってください。もっと手作りのことを知りたい、いろいろ作りたいという方はこのチャンネルをフォローしてね。